石川酒造は、東京都福生市熊川に本社及び工場を置く、日本の酒造会社。日本酒のほか、チビールも製造している。江戸時代、石川家は、武蔵区に玉郡福生村一園を仕切る、庭場と呼ばれる公職を務めた商屋で、農家を営んでいた。十三代目、当主、石川和吉は農業に軸足を置きながら、 在京商人として、大梅産の島織物の販売を通じて、酒造業への計画的転換の準備を始めた。1863年9月1日、多摩郡小川村の森田酒造の蔵を借り、石川は吉が酒造りを開始したのが、石川酒造の始まりである。1880年、小川村から熊川に移り酒蔵を建てた。1888年2月、 ビールの醸造を開始、近在や東京、横浜などに販売した。その後、一時期ビールの醸造を中止していたが、1998年、再びビール作りを開始した。現在、18代目当主である、石川八八郎社長の下日本酒の玉自慢、地ビールの玉の恵みのブランドを製造、販売している。 明治13年の現在地移転時に建てられた蔵や門が国の登録有形文化財として残っている。1970年代の地酒ブーム以降に増えた見学希望にその都度対応していたが、後に常設の観光施設として受け入れるようにして資料館などを整備した。見学者は多い年で約1万人、レストランのみの利用者を含めると、 約10万人が訪れる、石川酒造の代表銘柄。玉の心を歌いつつ、玉の誇りとなるよう、地元はもとより広く多くの人たちの心を満たしたいという願いを込めて、1933年に玉自慢が完成された時に命名された。それ以前は、八重桜という名だった。ありがとうございます。